東京都立関東第一高校対山梨県立甲府城西高校のスターティングメンバーを発表します。先攻は山梨県立甲府城西高校、1番キャッチャー山口くん、背番号2、2番センター小沢くん、背番号8、3番ライト渡辺秀樹くん、背番号9、4番レフト佐野くん、背番号7、5番セカンド小沢くん、背番号4、6番ファースト及川くん、背番号13、7番サード青柳くん、背番号5、8番ピッチャー末木くん、背番号1、9番ショート堀口くん、背番号6。以上が成功、甲府城西高校のスターティングメンバーです。続きまして高校、東京都立関東第一高校、1番ライト柳瀬くん、背番号9、2番レフト三浦くん、背番号7、3番センター三つ目くん、背番号8、4番サード増尾くん、背番号5、5番ショート秋葉くん、背番号6、6番ファースト須藤くん、背番号4、7番キャッチャー富岡くん、背番号8番セカンド西川くん、背番号18、9番ピッチャー成井くん、背番号10。以上が高校関東第一高校のスターティングメンバーです。次にこの試合の審判員を紹介します。球審平田、塁審は1塁大山、2塁夢田、3塁鈴木。以上両氏の審判員です。この試合の公式記録員は栃木県高野連柴田理事、場内アナウンスは宇都宮商業高校の相良萌が担当いたします。試合開始まで今しばらくお待ちください。